で、Wi-Fi を使えるカフェに今から行こうと思います。ちょっと休んでから、寝台列車の駅に向かおうと思います。ハウラー駅ってところに。まだまだ続くな。すぐそこなんだけどな。出た出た。ここがどうやらニューマーケットっていうところらしいんです。多分書いてあるニューマーケットで、この隣の通りがサダルストリート。ちょっと今ここわざとこっちから通ってきます。あっちにずっと回り込んで、あ、ニューマーケットって駅があるんだ。多分地下鉄が通ってるんでしょうね。ちょっとさっきのところよりは開放的だけど、ここじゃあぐるっと迂回してサダルストリート行きたいと思います。昼を今日は食べてないんですよね。そこの Wi-Fi カフェで食べようかな。お店どっか食堂で食べるのもいいけど、たまにはカフェで食べようかな。はい、ここサダルストリートなんですけども、そこのちょっと横にあるですね、ブルースカイカフェっていうところに事前に調べてたお店です。こう Wi-Fi が使えるのでここに入ってみたいと思います。でその後、ちょっとご飯食べてですね、このサダルストリート帰りにちょっと歩きたいと思います。バターチキンデリースタイル290ルピーのやつにしました。ちょっと高いけど、この中ではデリーだからな、ちょっと微妙だけど、デリーで食べろって話だけど。あとはナン、バターナン、このロティっていうのが、ロティって読むのか分かんないけど、これがね、ナンだっていうのは昨日教えてもらいました。30ルピー、これにして、あとはラッシー一つ頼みました。はい、来ました、バターチキン。バターチキンね、まあ食べたかったんで一度は食べなきゃダメですね。とりあえず一発目かな。また何回か食べるかもしれないけど。ラッシーが来ました。ラッシーは結構マンゴーとかいくつか種類があったみたいですけど、僕プレーンのシュガーじゃない、甘いやつのプレーンにしました。ラッシー美味しい。めっちゃ美味しいラッシー。ナンはどうやって食べるの？柔らかい。ナン柔らかいです。インドでカレー食べてんだよな、すごいな、すごい経験だ。なんだこんな日本のなんと全然違うんだな。柔らかい、もちもちしてる。こっちのルーの方はそんな感動するほどでもないですね。でもやっぱりスパイスが思いっきり複雑な味になってて、似たようなのは日本でも食べたことあるけど、ちょっとこの味はないかもしれない。多分スパイスがすごいいっぱい種類が入ってるんじゃないかな。ここはこのカフェは Wi-Fi が使えるんで、さっきもあの欧米の観光客のカップルが1人2人座ってましたね。そこにみんなネット使いに来るんじゃないですか、ね、しかもエアコンが効いてるんで、店の中も綺麗だし、休みに来るのも
のにもいいかもしれないですね。うん、ナンもいいな。僕は基本的にご飯が好きなんでご飯頼んじゃうんですけど、いつもこのナンだったら美味しい。バター味がちゃんとついてる。うん、美味しい。天国だ。ここに1時間か1時間、今3時なんで4時ぐらいまで滞在してちょっと休ませてもらってネット使ったりして、それでここから4時ぐらいになったら 歩いて、ハウラーステーション、寝台列車の起点の駅まで歩きたいと思います。ちょっと1時間ほど休憩です。はい、というわけでカフェ入ってきました。1時間弱いましたかね。すごく涼しいしめっちゃいい店なんですけど、トイレがなかったかな、なんか見当たらなかったですね。あとはチキンがちょっと僕食べれない、ちょっと食べる気にならなくなってきちゃいまして、好きなんですけど普段はちょっといろいろマーケットとかで鶏のすごい絵を 見ちゃいましたので、さばいてる絵とか見ちゃってますので、ちょっと 今はちょっと食べれないですね。なので今度からベジタブルにしようかなと思います。でちょっと今薬局行きます。あの下痢止めの買い方をなんとなく教えてもらったので、英語通じなかったらこれ書いてもらったので見せようかと思います。そうだ、すっかり忘れてましたけど、サダルストリートらしいです。これがバックパッカーの聖地なのっていうぐらい、なんか別に特に特別のなんかあるわけじゃないな。まあ普通に街中ですけど、特になんか変わったものがあるわけじゃないな。カフェがあったりレストラン薬局至って普通ですね。安宿が固まってんのかな。あ、ゲストハウスとか書いてますね。あ、ここか。ここもホテルだし、ゲストハウス通りなのかもしれないですね。さあ、サダルストリート、ちょっと薬局がなかったんで逆方向に戻ってますが、反対から見るとこういうこんな景色です。一応下痢止めはですね、まあ今のところ全然お腹大丈夫なんですけど、今日夜行列車に乗るのでちょっと そこでピーピーになっちゃうときついなと思って保険で買っとこうと思います。まあ今後のためにも。でさっきのお店のブルースカイカフェではですね、食事とラッシーと、合わせて405ルピーでした。さあ今一応薬を買ってきました、下痢止め。朝夜一応1日2回で2日分、まあ緊急時のために一応買ってきました。これで30ルピーです。でも未だにお腹壊してないのはなんか奇跡的な感じがするけどな。お店で出されてるコップにね、入ってくるおそらく綺麗ではないんじゃないかなと思うお水も飲んじゃってるんですけどね。でもそれなりにやっぱみんなが飲んでるってことは綺麗なのかな。ついでなので隣、別のお店ですけどコスメティックスのお店で金谷彦買いました。まだちょっとだけあるんですけどね。これで10ルピーです。16円、ちっちゃいやつにしてもらいました。大きいのはね、いっぱいあるんですけどね、どこのお店入っても。小さいのがなかなかない。このペーストのちっちゃいやつです。これが、コスメティックス。で、薬局も、薬も置いてるんで、ここでもさっきの薬は買えますね。ああいう感じの薬屋で買いました、ちっちゃい。